よくもうちの息子と結婚しようとしたわね。あなたみたいな人がユウタと結婚なんて絶対に許しませんよ。分かったらもう二度と我が家の敷居をまたがないで。うちはあなたみたいな貧乏人が来ていい家じゃないんだから。私に謝罪はないんですか？いきなりお茶をかけて追い返して。こんな失礼なことをされたのは初めてです。あれはあなたの教育のためにやってあげたこと。それを謝罪するなんて意味がわからないわね。はあ？人にお茶をかけることのどこが教育なんですか？立場っていうものを教えてあげたのよ。お茶をかけられる方の立場をね。これでいかに自分が惨めな貧乏人か分かったでしょ？その分際で、うちの息子と結婚しようなんておこがましいのよ。惨めな貧乏人って何ですか？我が家はごく普通の一般家庭です。あなたからお茶をかけられるような家ではありません。はあ？小中高と公立の学校にしか行けない貧乏人が何を言っているんだか。しかも父親は雇われリーマンで、奥さんは専業主婦どころか共働き。そんなのは私からすれば貧乏人よ。よくある普通の一般家庭じゃないですか。それを貧乏人扱いするなんて。我が家と比べたら世間で一般的な家庭も貧乏人よ。共働きなんてものは貧乏人がやること。私は結婚後すぐに仕事を辞めて、その後は一度も働いていないわ。社長の夫が十分な生活費をくれるから働かなくては問題ないの。そりゃ旦那さんは十分すぎるぐらいの生活費をくれるでしょうね。立派な会社経営者ですし。確か国内に別荘が5つもあるんでしたっけ？今は6つよ。こないだ私が気に入った別荘をまた買ってくれたの。夫に頼んだら好きなだけ買っていいって言ってくれてね。もちろんあなたのお家は別荘なんて一つも持っていないんでしょうね。そうですね。そもそも共働きだと夫婦揃っての休日も珍しいですから。ろくに家族旅行もしたことがないですね。まあ貧乏家庭ゆえにかわいそうに、私たちはいつだって家族旅行し放題。我が家は祖父母の代から会社を経営していたからね。経営者はいつだって自分たちの好きな時に休みが取れるの。おかげで私は小さい頃から自由に家族旅行してきたわ。素敵ですね。それは夫を婿にもらっても変わらないわ。私の夫はとても優秀な人でね、私の両親の力を借りずに自分で新しい会社を立ち上げたの。そして大成功させた超敏腕実業家。もちろんそんな私たちの息子もすごく優秀でね、祖父母から継いだ会社をさらに発展させてくれたわ。ユウタさんの努力と熱意は本当に尊敬します。若さゆえのプレッシャーもあるだろうに、そんなことも気にせず結果を出し続けるなんてすごいです。だからこそ私は妻として彼を支えたいんです。黙りなさいこの貧乏人が。私がせっかく立場というものを教えてあげたのにまだわからないの？我が家は代々続く会社を経営する社長一家なの。夫は新規事業を成功させたし、自慢の息子も今や立派な社長として活躍中。親族にだって社長はたくさんいるわ。そんな我が家にあんたみたいな貧乏人の嫁が来るなんて最悪。今すぐ息子とは別れてちょうだい。そこまで私たちの結婚に反対なんですね。しかも反対理由が私の家がお金持ちじゃないからだなんて。とても重要な理由だわ。結婚っていうのはレベルの釣り合う人とじゃないとうまくいかないのよ。貧乏人に息子はやらん。あんたなんて所詮息子の金目当ての銭ゲバよ。では破談で結構です。二度と顔を見せんな。貧乏人の顔なんて見るだけでお金が減ってしまいそうだわ。わかりました。ではこれで失礼します。あやか、俺との結婚を破談にするって本当なのか？ついさっき母親から呼び出されて、あやかが俺との破談を受け入れてくれたって。こんなの嘘だよな。いいえ、本当の話よ。ミカさんにいろいろ言われて私も思うところがあってね。ユータとの結婚の話を一旦破談にさせてもらったの。今日の母さんの言動については謝るよ。俺が母さんを説得するし、絶対に彩香にも謝らせるから。だから俺と別れるなんて言わないでくれよ。俺は結婚するなら彩香しかいないと思っているんだ。
ありがとう、ユータ。そんな風に言ってくれてすごく嬉しいわ。でも、新郎の母親に大反対されている状態で、結婚は無理だと思うの。破談するしかなかったのよ。そんな。でも大丈夫、ユータ。一度は別れるけど、あなたは諦めというわけじゃないから。え、別れろって言うから別れただけ。ユータと結婚したいという気持ちは変わらないし、いつか絶対に結婚してやると思っているわ。本当に俺のことが嫌いになったわけじゃないんだね。申し訳ないけれど、ミカさんの反対理由も全然納得できないからね。要はミカさんに私のことを納得させればいいんでしょ。向こうからぜひ息子と結婚してくださいって言わせてやるわ。一体何をするつもりなんだよ。それはこれから考えるわ。でも大丈夫、一応私なりに考えはあるから。なあ綾香、そんな面倒なことしなくていいよ。別に結婚に親の許可なんて必要ないんだしさ。母さんがいくら反対しても無視すればいいだけ。父さんは俺たちの結婚に賛成しているし、勝手に入籍しちゃおうよ。確かにそれも一つの手だよね。でもそれは私のプライドが許さないの。絶対にユータの結婚相手は私しかいないって認めさせたいのよ。早かって普段はおとなしいのにたまに頑固なところがあるよな。でもそういうことなら綾香の意思を尊重するよ。一旦婚約は破談にしよう。でも絶対に二人で母さんを説得しよう。わがままを聞いてくれてありがとう。一応今年中には結婚できるように頑張ってみるつもりだから。だから少しだけ私に時間をちょうだい。ユータから聞いたわ。あの後本当に息子との結婚を諦めてくれたそうね。いいえ、諦めてはいませんよ。あくまで婚約を破談にしただけ。形式的に別れますが、結婚もするつもりです。まあ、なんて諦めが悪いのかしら。そういうところがまさしく貧乏人よね。ますます我が家と釣り合っていないみたいだわ。私、ミカさんに確認したいことがあるんです。その釣り合っているというのはどういう状態のことでしょうか。はあ？今の状態はあくまでもミカさんの主観による判断ですよね。それだと私がどう頑張っても認めてくれないままだと思うんです。だからどういう状態だと釣り合っていると言えるのか教えてください。私はどうしたらユータさんとの結婚を認めてもらえるんですか。貧乏人のくせに細かいことにうるさいわね。我が家と釣り合っているというのはもちろん財力よ。最低限我が家と同じぐらいの財力がないと認められないわね。なるほど、つまり我が家にミカさんたちと同じぐらいの資産があればいいんですね。ええ、それなら釣り合っていると認めてあげてもいいわ。でもそんな日は一生訪れないでしょうね。それはわからないじゃないですか。まさか今から頑張って我が家と同じ資産を築くつもりなの？そんなのどうやっても無理なのに。貧乏人って本当に無計画っていうかバカっていうか、現実っていうものが全く見えていないのかしら。は？前にも話したと思うけど、我が家は社長一家なの。引退はしたけど、祖父母は代々続く会社を経営していてね。今や息子がその会社を継いで、社長として資産を順調に増やしているわ。そして私の夫も、新規事業を成功させた優秀な会社経営者。別荘などの不動産もたくさんあるし、資産はそうね。全員合わせて20億ほどは余裕であるかしら。なるほど、20億ですね。それは確かに大金です。一から資産を作るには難しすぎる金額ですね。これでようやく私の息子を諦めてくれたかしら。あんたみたいな貧乏人が我が家と釣り合う日なんて一生来ないの。貧乏人は貧乏人らしく、同じ貧乏男と結婚していなさい。いえ、私はユータさんと結婚します。それにもう我が家はミカさんの家と釣り合いも取れていますから、これなら問題なく結婚できそうですね。はあ？
貧乏人の家と我が家が釣り合っているですって。資産20億ぐらいでいいんですよね。それぐらいなら十分我が家にもあります。いや、思っていたより条件が簡単で助かりました。これだと余裕で今年中に入籍できそうですね。ちょっと何を言い出すの。20億ぐらいってどれだけの大金かわからないの。宝くじ1等が当たっても足りないようなお金なのに、そんな金額をあんたたち貧乏人の家が持っているわけないじゃない。それとも貧乏人のふりをしたお金持ち一家だって言いたいのかしら。はい、そうです。うちは一般家庭に見えて資産だけはあるんです。私の祖父実はアラブの王族なんですよね。は？アラブの王族ですって。やっぱり初めて聞くとびっくりしますよね。私も両親からそう伝えられた時は同じような反応でした。というか全然信じられなくてずっと笑っていましたしね。あなたって人は急に何を言い出すの。アラブの王族が祖父ってそんなのありえないわ。もしそれが本当だとしてもね、王族の親族がこんなところで暮らしているわけないじゃない。まあ正確には王族だったっていうのが正しいんですけどね。もう祖父は亡くなっていて、それで日本に帰ってきたんですよ。え？順番を追って説明すると、祖母が昔アラブ王族の一人と結婚したんです。両親から聞いた話じゃ、観光していた時に祖父に一目惚れされたとか、そのまま結婚して王族の嫁になったらしいんです。王族の嫁？王族といっても末端の末端らしいんですけどね。それでも資産は数十億ほどあって何不自由なく暮らしていたそうです。でも祖父は息子である私の父が生まれてすぐに事故で亡くなって、王族側といろいろ話し合って祖母は父を連れて帰国したんです。財産を相続する代わりに王族から抜けるのが条件だったんですって。そうなの？でその財産を元手に祖母は女手一つで父を育てました。そして莫大な財産を元にコツコツ資産を増やしていたそうなんです。その結果我が家も美香さんたちと変わりない金額の資産があるんです。嘘でしょそんな。だってそんなお金があるなら普通は贅沢三昧するはずでしょ。超庶民的な暮らしをする必要なんてないじゃない。それは確かにそうなんですけどね、我が家の性格的に贅沢三昧できないんですよね。あくまで始まりは祖母の結婚により手に入れたお金、それを我が物顔で贅沢するのには抵抗があるんです。え？だから美香さんのことはとても尊敬しています。稼いでいるのは会社経営をしていたご両親や旦那さん、美香さん自身が稼いだわけじゃないのによく偉そうにできますよね。人の資産でそこまで大きい態度ができるなんてすごいです。はあ？あんた私のことをバカにしているでしょ。バカになんかしていませんよ。本当に心から尊敬しているんです。私にはそんなずぶとい神経はありませんから。なんですって？とりあえずそういうわけで我が家にはそれなりの資産があるんです。美香さんの家と比べても見劣りしないだけの金額はあります。これなら釣り合っていると言えますよね。私と優太さんの結婚を認めてくれますよね。いやそれは、もし信じられないならちゃんと証明ができますよ。祖母がアラブの王族と結婚したというところから証明します。でも私は二度と美香さんの前に現れちゃいけないし、代わりに優太さんのお父さんに詳細を説明しておきますね。では私はこれで失礼します。どうやら本当だったようね。夫から話をすべて聞いたわ。この話も資産の話も全部嘘じゃないって認めてあげるわ。信じてもらえてよかったです。それじゃあ私たちの結婚も認めてくれるということですよね。ええ、もちろん。そういうことなら反対する理由はないから、むしろ早く息子と結婚してちょうだい。あなたが嫁なんて大歓迎よ。へ？
実は私ね、内心はあなたたちの結婚に賛成だったのよ。やっぱり息子には純粋に好きな人と結ばれてほしいもの。でも我が家のレベルのことを考えると反対するしかなくてね。本当はすっごく反対したくなかったの。貧乏人だとか意地悪ばかり言っていたのも全部わざとだからね。本当はそんなこと一度も思ったことないから。すがすがしいほどの手のひら返しですね。もはや息子の結婚相手はあなたしか考えられないわ。最初に会った時からすごくお似合いだと思っていたのよ。ありがとうございます。そんなお似合いな女の子にお茶をかけたんですね。まあまあ、そんな話はもういいじゃない。こうして無事に結婚が認められたんだし、それじゃあ早速結婚式の準備をしましょう。せっかくだからとびきり豪華な結婚式がいいわ。いえ、結婚式は小さくて質素なものにするつもりです。私も彼も豪華なものに興味はありませんから。そんなの絶対にダメよ。せっかくの結婚式はド派手に豪華にしてこそ。お金にも困っていないんだし、パーッと派手にやらなくちゃ。パーッと派手にですか？せっかくだから私は特注の着物で参列したいわ。だから彩香ちゃん、私にプレゼントしてくれないかしら。プレゼントですか？息子との結婚も許してあげるんだし、これぐらい別にいいわよね。資産が何十億もあるんだもの。300万の着物ぐらい余裕でプレゼントできるわよね。全然良くないし、そんなの作らなくていいよ。俺たちの結婚式に母さんを呼ぶつもりはない。だからもう彩香に構わないでくれ。え？俺たちってまさか優太？やだ、あなたたちったら一緒にいたの？ああ、今後のことを話し合うためにな。母さんとは縁を切るし、結婚式は身内だけの小さいものでいい。俺たちの決めたことに外野が口を出さないでくれ。ちょっと優太、私と縁を切るってどういうことよ。それに結婚式に私を呼ぶつもりはないってありえないわ。今までの自分の言動を振り返ってみろよ。息子の婚約者を貧乏人呼ばわり、しかもお茶をぶっかけて追い返して、これだけのことをしておいてよく彩香に連絡なんてできるな。だからそれはわざとなのよ。本心なんかじゃなくてね、息子のあなたを思うゆえの行動だったの。うるさい、あんたの言い訳なんて聞きたくない。結婚を認めてくれたのは嬉しいけど、それと絶縁は別の話。彩香と入籍したらすぐにあんたと縁を切るからな。そんな、もちろんあんたの両親だって知らないからな。俺たちに介護をしてもらおうなんて思うなよ。自分の老後費用ぐらい自分で用意してくれよな。なんてひどいことを言うの。息子のくせに母親の老後の世話を拒否するなんて。老後費用なんてものは全部お父さんがいれば大丈夫だって言うのに。その頼りの父さんも母さんを助けるつもりはないらしいけどな。え？なんですって？今回の件で呆れているのは俺だけじゃないからな。父さんもじいちゃんやばあちゃんも母さんには呆れているんだ。父さんに至っては離婚を考えている。じいちゃんたちも遺産を当てにされたくないって言っているぞ。え？ちょっと待ってよ。離婚ってどういうこと？なんで急にそんなことをお父さんが言うのよ。急にじゃないよ、ずっと前から父さんは考えていたはずだよ。え？確かにうちは他の家より恵まれているし裕福だよ。でも母さんはそんな状況にあぐらをかいて他人を見下してばかり。そんな母さんに父さんは次第に嫌気がさしていたんだ。一緒に住んでいてそんなことも気づかなかったのかよ。そんな、だっていつだって私の好きなようにしていいって言ってくれていたし、こないだなんて別荘だって買ってくれたし。興味がないからこそ勝手にしろってことじゃないかな。もう母さんと話すらしたくないんだよ。え？それになんでじいちゃんたちが俺に会社を託したと思う？順番的に言えば実の娘の母さんが相続してもおかしくないのに。だってそれは私はろくに働いたことがない専業主婦だし。そう、ただの専業主婦だから。と言っても家のことは外注しまくりで家事なんてできやしない。会社経営の知識も経験も意欲もない。そんな母さんを見限って俺に託してくれたんだよ。
で、そんな人と家族でいる必要性ってあるかな？散財か人をバカにするかの二つしかない人なんて。挙句の果てに息子の結婚を台無しにしようとして、父さんに捨てられて当然だと思わないのかよ。それは、人のことをバカにする暇があれば自分を見直せよ。母さんはあくまで運よく裕福な家で暮らしているだけ。でもその家から追い出されたら、貧乏人に真っ逆さまになると思わないのか？いやー、この年で離婚なんて、この私が貧乏人に落ちるなんて絶対に嫌よ。せいぜい父さんに離婚を言い渡されないように頑張るんだな。熟年離婚って未だに流行ってるみたいだし。嘘でしょ？人の結婚に口出しする前に自分の今後を考えろよな。それじゃあもう二度と彩香に近づくな。結婚式にも呼ばないし、新居の敷居は絶対にまたがせない。もし俺たちの前に現れたら、次は俺が母さんにお茶をかけるからな。私たちは無事に入籍し、身内だけど小さな結婚式を挙げました。もちろん、ミカさんは招待されず、その日は一日、家で家政婦さんではなく、自分で家の掃除をしていたんだとか。どうやらユータから絶縁を言い渡された後、ミカさんは、旦那さんやご両親を交えて話し合いを行い、必ず息子のお嫁さんに謝罪の手紙を送ること。今すぐに離婚はしないが、今後の言動が何も変わらなければ問答無用で離婚する。ということになったんだとか。やはり旦那さんもご両親もミカさんの人を見下す言動には我慢の限界が来ていたようです。今では旦那さんの会社の雑務と手伝いをパート勤務としてやっているらしく、お金を稼ぐことの大変さについて再教育されているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。